どうも、ハイチです。今週ですね、NHK さんの方で自分の音を取材していただいた後の特集みたいなものをですね、2度、昨日、先日放送してもらったものを再放送みたいな感じで違う番組でね、放送していただきまして、まあ、1週間に2回ね、NHK さん出してもらったんですけど、その影響もあってですね、保護者の方から非常に多くの質問やら、励ましのメールやらをいただきまして、本当ありがとうございました。で、かなりね、いろんな質問いただいたんですが、その中でも多かったものを、今回ね、ギュッとまとめて、喋っていこうと思います。で、今回喋っていくのがこちらです。こちらを上から順番に質問を答えていこうと思います。で、普段、勉強動画を使ってくれている学生の皆さんにも、一つね、協力してほしいことがありますので、ぜひね、最後まで見てみてください。では、行ってみましょう。で、まずね、一番多かった質問がこちら、お金に関する質問です。で、普段 YouTube を使い慣れてなければ、まあ、そういう疑問は出てくるとは思います。で、まず、質問にお答えさせてもらうと、お金は一切かかりません。まあ、かかるとしたら通信費ですね。まあ、インターネットのその通信費とか電気代はかかってしまうんですけど、YouTube を使うことによって金銭が発生することは全くありませんので、ご安心ください。で、二つ目が、まあ、何者ですかっていうのがね、ありましたので、まあ、簡単に自己紹介をさせていただければと思います。名前はですね、葉っぱの葉に数字の1で、ハイチという名前で、これは本名ではありません。あと、活動名だと思っていただければ幸いです。で、年齢が34歳で、もともと東京学芸大学というところを卒業して、教員免許を、そこで小中高の教員免許を取ったんですが、まあ、社会に出ようと思って、営業マンやって、塾講師やって、独立して、今は YouTube で活動している人間です。で、まあ、プライベートでは2児の、2人息子がいるので、2人の父親でもあります。で、次に利用方法についてなんですが、まあ、これはちょっと一概にこう使ってくださいとは言いにくいところっていうのが正直な気持ちです。たくさんの方に使っていただいてもらってる中で、まあ、予習で、使ってくださってる方もいれば、復習で使ってくださってる方もいるので、まあ、こう使いなさいっていうのはないんですけれども、例えば、YouTube に再生リストというのがあって、中学校3年生の数学とかいう、そのシリーズでもまとまってるんですね。で、それを使っていただいてもいいですし、例えばちょっと分かりにくいとか使いにくいっていうところがあれば、Yahoo とか Google の方で、数字の19に、CH、19CH と検索していただければ自分の、専用のホームページに飛ぶことができます。そこは、中3クリックで数学クリックみたいな感じで動画一覧にすぐ飛ぶことができますので、まあ、そこで使っていただいて、例えば因数分解今わかんないなって思ったら因数分解の動画ありますので、それを見ていただいてやっていただいてもいいですし、あとは連番に必ずなってます。教科書で習う順番通りに1番からまあ何十番までわからないですけど順番になってるので、1番から順番に勉強することによって教科書と同じ流れで勉強することができますので、まあそういうふうに自由に使ってもらえたら幸いです。先ほど紹介したその自分のホームページ、塾チャンネルっていうホームページなんですけど、こちらでは自分の動画ってパッて最初に開いた時に問題がだけが載ってる状態が出るんですね。で、そこに自分がホワイトボードに書き込んでいくというスタイルで授業をしているんですけども、問題だけの状態のものがプリントアウトすることができます。で、それをプリントアウトしてそこに書き込んで問題演習することができますので、まあプリンターが必要にはなってしまうんですけども、その塾チャンネルの方に飛んでいただけると、そのホワイトボードの最初の状態を無料でプリントアウトすることができますので、もしよかったら使ってみてください。で、最後にですね、収入の話ですね。生計が成り立ってるんですかとか、あとは YouTube のお金だけで、まあ、生きていけるんですかとか、息子さん養えるんですかとかね、いろいろあったんですけども、まず具体的な金額教えてくださいっていうのも何件があったんですが、具体的な金額はね、ちょっと Google の方に怒られてしまうので伏せさせてください。ただ、まあ、自分本業も一応あるんですね。ただ、YouTube の仕事が忙しくするなるにあたって、その本業の方をすごいちっちゃくしていって、今はもう9割以上が YouTube の方での活動となっております。で、今 YouTube でいただいている収入だけで、まあ、贅沢をしないっていう条件は出てきますけれど、息子2人養うことができているので、まあ、そういった状態です。ただ YouTube のお金って、まあ、もらえるお金っていうのは本当に不安定なもので、1年後じゃあ自分が生活できるかといったらその保証はないんですね。なので、例えばクラウドファンディングだったりとか、まあ、違う形で収入を得るっていう必要性は非常に感じてます。ただ今すぐに始めるかどうかはまだ悩んでる段階なので、おそらくこれからの
ライフプランニングとかに関してはその辺も考慮しなきゃいけないとは思っているんですけども、まあ、質問に答えるんであれば生計を、まあ、YouTube だけで現段階では成り立たせることはできております。はい、という感じで、ね、駆け足になりましたが、ここまで質問に答えさせていただきました。で、冒頭に話した、普段、ね、動画を使ってくださってる学生のみんなにね、お願いしたいことはですね、ぜひ、まあ、今回質問にもあったことなんですけど、どういう風に使ってるのかっていうのと、実際成績上がるんですかって質問も結構あったので、みんながその勉強ね、動画を使ってくれてから、どれぐらい成績が上がったのかって、もしあれば、まあ、上がらなかった方は上がらなかったでも全然書いてもらっても構わないので、ただ点数でこれぐらい上がりましたとか、合格判定が同じ高校でこれからここまで上がりましたとか、あのみんなの実績というかいうのをぜひ書いていただけると、初めましての特にみんなのお父さんお母さんのね年代の方から読んでいただけると、ああそういうんだ、そういう子たちもいるんだねって思ってもらえると思うので、ぜひあのコメント欄の方に協力お願いします。で、今見ていただいている保護者の皆様、まあ、学生じゃない方たちはぜひ下の方に動画スクロールしていただけると、みんなから書いたコメントが見れますので、そこでまあこういう実績があるとか、こういう風に実際の学生が使ってくれてる、まあ、予習なのか復習なのかわからないですけど、こういう使い方があるんだっていうのを見れるかもしれませんので、ぜひスクロールしていただいて下の方もチェックしてもらえれば幸いです。はい、という感じでまあいろいろ喋ってきましたが、今後もですね勉強動画だったりとか、学生のみんなからの相談に答える動画とかいろいろ撮っていきますので、よかったらこちらのチャンネル使ってもらえれば幸いです。よろしくお願いいたします。